第二京浜国道。第二京浜国道とは、国道1号のうち、東京都品川区西五丹だから、神奈川県横浜市神奈川区までの区間における道路通称名である。東京都通称道路名設定広告では、第二京浜である、整理番号9。主に、京浜地区において、一般的には、第二京浜あるいは、二国などと呼ばれる、公実。東京部分は、 ゲート復興のための都市計画において1927年に放射1号として計画された。また、京浜国道と呼ばれた、現在の国道15号の前身である、当時の国道1号のバイパスとして、1934年、昭和9年1月に計画、同年10月14日に、新京浜国道が着工される。そして、 都市計画放射1号は新京浜国道と同一とされた。なお、新京浜国道は1934年昭和9年5月1日に当時の国道1号の日本橋から神奈川までと重複をしていた国道36号の経過値変更により国道36号に指定される。主要道路との交差はロータリー都市、関7通りとの交差や鉄道との交差は 原則立体交差とされ、すべての電柱も廃されることとなる。高速車線、観測車線、歩道とに分けられ、福音は東京都内が25メートル、玉川大橋が22メートル、神奈川県内が23メートルとされた。前線片側2車線で設計された高速車線と観測車線の間には、イチ並木が廃され、当時としては世界的にも、 水準の高い道路が作られた。1949年、昭和24年の玉川大橋開通により、往復4車線の高速車線のコンクリート、舗装部分は、大崎広工事から、東、神奈川まで、車両の通行が可能となり、実質的な開通となる。その後、歩道やグリーンベルトの整備が時間を追って進められ、全線の工事完了は1958年、 昭和33年となる。また、1961年、昭和36年頃に、イチョウ並木のグリーンベルトが撤去された後も、玉川大橋のみは、観測車線が歩道と同じ高さで、しばらくの間残っており、歩道と観測車線の間には、白線が引かれていた。その後昭和40年代になり、改築が行われ、歩道は高さを変えず、 観測車線を高速車線と同じ高さに下げることで、車道3車線が全て同じレベルになり、現在の姿になった。1952年、昭和27年12月4日に、新道路法に基づき、日本橋から梅田新道までが一級国道1号として、指定された際、東京から神奈川までの第2京浜国道が国道1号とされ、第1京浜国道が、 国道15号となる。国道15号第一京品である、当時の京浜国道は、京品地域の発展とともに交通量が増大したため、道路の容量に対して、交通量が飽和状態に陥る。また、交通量の増加による事故の増加も大きく、問題になり、道路状況を改善することが急務になり、そのバイパスとして新経品国道が必要となっていたためである。 また、1940年、昭和15年に、開催予定で幻となった、東京オリンピックのマラソンコースとして使用も、考えられ、折り返し地点を横浜市鶴見区の響橋、通称メガネ橋をランドマークとしていた。なお、軍用機の緊急離着陸ができる滑走路の代わりとなる道路として考えられていたとの話があるが、実際に滑走路として使われた事実はない。しかし、 電柱を立てず、また電線が道路を横断しないよう、そして高速走行が可能なように可能な限り、直線区間を多く取った設計であり、戦時において、新国道の建設に優先的に予算と物資を確保するため、また贅沢な施設とみなされないよう、どのような話が内務省、軍部にて交わされていたのかは、今となっては定かではない。戦時の建設中断などにより、 着工から完成まで約22年、総工費9億613万6334円、当時金額を費やすことになる。今後は、東京都側にて、都市計画上は30メートル33メートルに、また、川崎市においても、都市計画上30メートルへ、拡幅予定がある。他方、横浜市においては、道路幅はそのままに。 以前の車道3車線を歩道を拡張し車後に車線に縮小して使用する方向で工事中である。また、玉川大橋の歩道を拡幅は2007年に、上り線側から始まり2014年に、下り線が完了し、従前の1.5メートルから3メートルに拡幅された。上記の通り、東京都内の道路名が第二景品であり、過去には、 第二京浜国道と呼ばれていた名残から京浜地区において二国第二京浜と通称される。これに対し一国第一京浜と通称されるのは東京都内の道路名が第一京浜であり明治第一国道であり、国道不満が改定される前は国道一号であった現在の国道十五号のことを指すものあり、 東京都、神奈川県の沿道居住者以外には分かりにくいものとなっている。なお、有料道路である第三京浜道路は当時国道ではなかったため三国と呼ばれることはない。戦後の占領軍統治の時代に占領軍は大森アベニューと故障をつけて管理していた。松原橋は東京都道318号環状7号線、環7通りを超える。 古道橋であり、1940年、昭和15年に完成した。なお、第二京浜国道と間七通りをランプで接続する構造は、日本初のインターチェンジ構造、不完全クローバー型となる立体交差である。孫ごインターチェンジとも呼ばれる。なお、松原橋の橋下には、都営地下鉄浅草線孫ご駅の出入り口がある。玉川を越える、 第2京浜の橋である。第2京浜を超える横浜市道85号線の橋である。起点付近に五丹台駅があり、都営浅草線が西馬込駅まで地下を通る。途中、戸越駅、中野駅、馬込駅を設置する。また交差する鉄道路線としては、東急池上線、品川区の大崎広小路駅、戸越銀座駅間。 大田区の千鳥町駅池上駅間、東急大井町線、中野駅付近、東急玉川線、武蔵新田駅、矢口渡る駅間、南部線、尻出駅付近、品、鶴線、横須賀線、湘南新宿ライン等、新川崎駅,駅鶴見駅間、東海道貨物線、鶴見駅横浜羽沢駅間、横浜線、東神奈川駅大口駅間。東道路は、 東神奈川駅前も通る、東海道本線、京急本線、青木橋、京急神奈川駅前の各線がある。路線バスは、五反田駅から、川崎市内、沿道町交差点で離脱し、川崎駅へまで、東急バス半例一系統があるほか、都内で同社の複数路線が通過する。川崎市内では、川崎市バスや、川崎鶴見臨港バスの路線が、また、 川崎駅と横浜駅を結ぶ横浜市営、バス7系統が東道路を経由。横浜市内に入ると29系統、宮野市対南で7系統と並行など、複数の横浜市営ス路線が乗り入れる。第二京浜国道建設中の1937年、昭和12年に、神奈川県横浜市鶴見区岸谷で遊水が発見される。 近年の地域開発や横浜環状北線の建設により水質への影響が懸念されているが現在まで大きな問題は発生していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。